皆さんこんにちは、皮膚科医の友利新です。美容好きの方なら一度は耳にしたことがあるリポソーム、今日はこのリポソームについて解説していきたいと思います。リポソームとは1980年代に新しいデリバリーシステムとして開発されたもの。医療の現場でも体の奥に薬を働かせるということで使われていたりします。玉ねぎのように何重にも重なる層でできているので、その間に美容成分や有効成分をたっぷりと抱え込むことができます。そして 0.1 ミクロン、1万分の1ミリととても小さい成分なので、角質層の奥までしっかりと浸透していき、浸透していく中で皮膚の分解酵素でじわじわと溶け出ていくので、ゆっくりと角質層の奥まで有効成分を時間をかけて浸透させていくことができます。またリポソームはリン脂質といって細胞膜と同じような成分でできていますので、敏感肌の方や揺らぎがちな肌の方でも安心して使っていただけるんです。この度リポソームのパイオニア的存在、コスメデコルテから新しいリポソームが開発されました。それはシートマスクの中に配合されているリポソーム。通常のリポソームよりも粒子がとても小さくて、さらに浸透していくので、シートマスクをしている10分間の間にしっかりと有効成分をお肌に送り届けることができ、シートマスクの効果を最大限に発揮することができるんです。すぐにお肌に効果を感じたい方、揺らぎがちな肌の人、そういった方はこの新しいリポソームのシートマスクをぜひ使ってみてください。